はい、どうもゆたです、今回はもうだいぶ 2,3 年ぐらい使ってるこのジャッキですね。をちょっと最近ちょっと上がりが悪くなってきて、てか使ってたらこう車がじんわり落ちてきてたんで、ちょっともうオーバーホール必要だなっていうので、はい、結構ねこのジャッキ買ってみたって動画 YouTube 始めたぐらいの時に出した動画なんで、結構ねやばい動画になってて炎上気味にはなってるんですけど、結構再生がいってる動画の一つではあるんで、ちょっと今回はこちらをオーバーホールしたいと思います。ちょっとねストロークがね昔より減ったような気がして、何も乗せないでストロークさせると、もちろん買った時と同じぐらいのストロークで上がるんですけど、ちょっと車乗ってるともしかしたら少ないのかなって、ちょっとやってみます。しかも硬いんだよね昔より。じゃあこちらをちょっと分解していくんですが、ここですね、こちらのピストンのリングを交換します。こんな感じでね結構汚れてるんですよね。雨の日サーキットって使ったりもするんで、こんな感じで結構多分オイル漏れてますよね、ピストンのところ。こんな感じなんです。すごいね。じゃあちょっと分解していくんですけど、まずここを取りますね。これが倒れるようになるんで、おやべ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 、一瞬やべ、これ事故ったな、完全に事故ったな。あららら、ピストンもう抜けちゃったよ一瞬で。あーそりゃあね漏れるよね、こんだけ簡単に。あーはははやばいね、完全にやらかしベイベーだね。マジかよ。それは聞いてないな。こっちもじゃあ出ちゃうってこと、もしかして。マジで？わぁ。やばいじゃん。掃除がめんどくさいよね。もうやだやだ、オイルでも相当汚いね。これってさ、だってさピストンごと取れちゃうわけ。あ、ここにあれか、シーリングがあるんだね。シーリングを取ってこうやるんだけど、まさかのこう手で抜けちゃったってパターンだね。あ手で抜けるほどってやばいんだろうね、多分。こんな感じでございます。ここに
ここにあの C リングがあって、これをこれを取ってやるんだけど、硬いわ。こいだらこいつ、こいつをちょっとリングを取りたい。硬いな。ピストン傷つけないように、ピストン傷つけないように、よいしょ、取れた。こっちの方も、うわすごいな。こっちのゴム、カスがすごい、もうこんななってますね。すごいな、こんなになってるわ。俺のブレーキキャリパーみたいじゃん。で、オーリングの方は、11ミリと、ちょっとね、17パイっぽいんだけど、18しかないんで。ちょっと緩いんだよね。これは多分グリスとか塗った方がいいんだけど、よいしょ、これと、感じかな。もうこれで終わりだね。これで組み上がってくれるかな。ちょっとだけオイル垂らして、オイルは、32番のこれ 300cc だっけ、300です。ちょっとだけオイル垂らしておこう。入れていくと、
入ったっぽい、入ったっぽいけど、なんかもうちょい塗っとこうか。グリス系のやつやった方がいいと思うんだけどね。はい、こんな感じで入ったね。はい、 OK。 あとこれで漏れないかどうかだな。ヒラーから入れていこう。こんな感じで今溢れてるんで、ストロークさせてエア抜きというか動作チェック。一応上まで注いだら、ちょっと何回かストロークさせて、まあちょっと大丈夫かどうか、多分エアも抜けるっぽいんで、ちょっと多分でもフィラーをしないでストロークするとちょっとオイル漏れたんで、ちょっとキャップをして、まあ何回かストロークして、で開けてちょっと見てっていう感じでやると、まあ細かいエアーなのかちょっとキャビテーションなのかわかんないですけど、ちょっとフィラー開けるとブスブスブスっていう感じでエアーも出てきたんで、そんな感じでいいんじゃないでしょうかね。ちょっとジャッキのオーバーホールやったことない完全な素人なので、ちょっとやり方が合ってるかどうか分かりませんが、とりあえず無事に組み終わったということで。でね、ちょっとね一つ大問題があって、さっき使ってた11パイと18パイのやつのリングで使ってたのも、こっからオイルがちょっとピストンのところから漏れてしまってたので、ちょっとねもうね持ち合わせのピストンリング、オーリングがもう合うのがないということで、あの元に戻しました。もう元に戻したんで、完全にねもうただのお掃除、オイル交換とお掃除だけっていう感じになりましたが、まあ一応動いてるので、これでもう一回様子を見ようかと思います。何のためにリングを買ってきてやったのかっていうのが全くね無駄になってしまったんですがはい、そんな感じでございます。ちょっと上げてみましょうか。オーバーホール後の3回ストロークちょっともう一回やってみます。
キャップだったよな。キャップどっか行っちゃったな。キャップがこんなあったとして、ほぼ変わんないけど少しだけ上がってんのかな。まあほぼ変わんないっすね。はい、でもうちょっと重さも変わるのかなと思ったら重さも変わらずで、ちょっとね、あ、エアカンデレっぽいな。ちょっとオイルが、はい、ね、なんかね、エア抜きやってもね、エア出てこないし、なんかね、もう動きが完全に悪いっす、こいつ。もうね、参った。もう諦めます。もう使えるんで、これでもやばいよな。オーバーホールとか言って直すつもりがもう壊してるもん。という感じの動画でした。